土曜日落ちるんですよね。最近 Twitch やっぱ重いですよ。あのこの時間帯はやっぱ重いんです。でこの時間帯はよく落ちますね。やっぱりね、Twitch ってちょっとバンナムに文句言ってきます。このなんで Twitch が落ちるのかっていうのはおそらくですね、クッキーであげられんはてこれのことか。クッキー、そう、ブツブツ切れてね、頻繁にね、切れるのはね、あいつプレステとか、なんか今 Twitch で上げられるようになってるでしょ。ああいうのだと思うんですよ。コンシューマーだよ。ぜひね、ぜひですよ。あれしてください。早く Google 先生、投稿してください。運営ゆるすまじ。気づきました？気づきましたね。そう、私ここまで無事故ですからここまで無事故っていうかね、真面目な話、スカーニアはいい、スカーニアは非常にいい車です。全然あのしかもね、雑談しながらやれるからいいですね。さっきのネーションネットは雑談してたら死んでたんでのんびりできるからいいですね。このゲームはそういうなんかコミュニケーションも図れていいですね。非常にいい。パソコンが iPhone を認識しないんですが、どうすれば。パソコンが iPhone を認識しない場合は差し直してみてどうなるかっていう感じですね。あとはケーブルの具合が悪いとかそういうのもあると思う。やはりアルミ買いましょう。わら、いや、私はあのね、どちらかというと別に私はそんなに運転は、すっごいリロードが多いのは無線 LAN のせい。無線 LAN はですね、無線 LAN はですね、環境によりますよ。リアルでもスカニアは人気車種ですよ。そうなんだ、スカニアいいですね。無事ゆえフラグですね。わらわら、いやいやいや、今回は雑談がメインです。皆さんとの交流。無線 LAN が悪いんだったらオンラインゲームできひんやろわら。無線はなぜならば、基本的に他の人が見れててその人だけっていうパターンはその人の環境下に問題があるので、いろいろと言われるんですけれども、基本は何かしら環境に問題があるケースがほとんどなんですよ。例えばガン音が起動できませんとか、エラーが起きますとかっていうと、私は問題なくそのエラー、例えばですよ、仮にそういうのがあった時、例えばこのユーロトラックシミュレーターが起動できません、なんか変なエラーが出ますっていうのは、他に問題なくできている人が、同時間にできている人がいたならば、その人の問題、その人の環境に、原因があるわけですね。だからその何ですかね、環境一つずつ潰していくしかないんですけど、まあこの手の無線 LAN とかは結構、あ、そんな、あ、これそんなこと言ったらあれですね、なんだっけこれ、だからあなたが悪いとか言うわけじゃないですけども、環境に原因がありますよっていう感じですね。その環境を潰していくっていうのが大事です。トラブルシューティングはログインでエラーしてキャップスロックがかかってる時がありますよね。わら、そうそう、キャップスロック。夜が明けて下道が社長のショーのステージですわら。あのね、社長ね、そろそろ学んだから。そう、いやー、しかし花火、この中でもぜひ花火大会の時とか、季節の時とかはなんか雪が降るとかそういうのもあるといいですね。そういう遊びも。お？お前後ろから来るなよ。
後ろから追突された、後ろから追突されたや、ひどい。車がぶつかってくるかかも、ひどいよ、あいつひどい。MOD 入れたいですな。安売りで買っちゃったわら。もちろんまあそのうちね。モズ。じゃあ今のは相手がバックしないのが悪い。こっちに合わせてバックするべきでしょ。相手こっちがバックのね仮想出してんだから相手もバックしなきゃ。めちゃくちゃジャイアン理論。放送の前半は前振りですから、ここから見せ場が来ますよわら。来たこれ。強発の接触。大丈夫、ダメージ負ってなきゃ問題ない。後部にダメージを、あ、ダメージ 1%、 ふざけんなよ。そんなものじゃない。あいつは。あと920キロからね、まあ雑談しながら行きましょうよ、のんびり。あ、だけど一回寝とかなきゃダメだな。あと37時間もあるし。バッファローは悪いわけじゃないんですけど、数を作ってるわ、たくさん安く数を作ってるんで、外れが結構ありますね、バッファローは。ただ、ものによって、強力なやつとかあるんですけど、その環境に、無線 LAN は環境にすごく作用されるんですよ。例えば、なんていうかな、扉閉めただけで、うまく繋がんなくなったり、部屋を1階から2階またぐだけでダメだって、だったりするので、無線っていうのはすごくですね、無線ルーターとの設置場所とかでも、結構相性、あと時間帯とかね、あと干渉する機器が周りにあったりとか結構ありますよ。で無線 LAN で結構ネットゲームやってる人最近は増えてきてるみたいなんですけど、おすすめしないですね。やっぱそういう理由で不安定ですから。あれ進まないんですけど、まあダメージ進まなくなったぞ。後ろが引っかかってる。危ない危ない。電池動いたら一発飛びですわら。いて、いて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 。電池が30キロだからいけるやろ。そう、あのね、ピング回線の速さとかじゃないんですよ。安定性なんですよ。安定性。無理してハタハタ言わせてみて欲しいわら。安定性、無線は安定性。だから、ブラウザとか見るぐらいだったら別にいいんですけどね。無線でも別に。ゲームはね、ゲームはなぜ無線はダメかっていうと、さっき言ったように特性として不安定なんです、無線は。なぜなら有線じゃないんで、電波を送り続け、キャッチボールしてるわけですよ。ルーターさんと、このパソコンさんが常にキャッチボールを高速でやってるんですね。高速でキャッチボールしているんですけれども、人間も一緒で、M とかケーブルタイプは光に比べたら遅いですね。なんか落ちるじゃないですか。人間もエラーするのと一緒で、無線もいろんな要因でエラーをするわけですよ。ポロッとね。そのポロッとエラーした時に、障害が起こるんです。で、ネットゲームをなぜ無線でやっちゃダメかっていうと、ネットゲームっていうのは常に、情報をサーバーとやり取りしてるんですよ。
サーバーとね、サーバーとやり取りしてるせいで、その、ルーターさんとパソコンさんがキャッチボールでミス、エラーすると、サーバーとの通信がおかしくなるんです。今度はサーバーさんとのキャッチボールがうまくいかなくなっちゃって、いろんな、例えば、ワープであったりとか、あいつなんか、よく私のガオン動画でもあったんですけど、あいつ一瞬止まってんだけどみたいな。そして次はなんかすごい遠くに行ったりとかですね。それはうまく情報のやり取りができてないんですよ。そういうのがあって、無線はやめた方がいいよって言ってるんですね。まあ、環境的にそれじゃなきゃできないっていう人ももちろんいると思うんですけれども、もし、より快適な環境を、で、ゲームをしたい、ネットゲームをしたいっていうんだったら、有線をお勧めしますって言ってるだけであって、別に、まあ、無線じゃないとできない環境の人もいると思うんでね。まあ、それは仕方ないと思うんですけど、有線のお勧めしますよっていうのは、そういう背景があって言ってるんですね。無線でガンモンやると当たらないですよ。いや、ブラウザぐらい見るのって別にいいんです。無線で十分。ブラウザ系とか、そんなんやだったら別にいいんですけど、いわゆるクライアント型のゲーム、オンラインゲームやる場合は無理ですね。ダメだ、そんなんで死んではダメだ。まあ、ちょっと寝ときますかね。そんなところで。ただね、寝るとね、あれなんですよね。日が、今、早朝じゃないですか。このゲーム内時間が早朝なんで、結構ですね、無理が効くんですけど、早朝なんで人がいない、あ、車が交通量が少ないですけど、おい寝かせろよ。はい、おやすみなさい。はい、行きましょう。まあこれでね、レベルアップとかあるんだ。へえ、今社畜がレベルアップしました。社畜じゃない、社員。貴重な人員がね、レベルアップしました。痛えな。何突っ込んできたのお前。こっちのウィンカー見ろや。しかも同じスカーニア。ここはかわすなにしろやー。追突された。悲しみですね。社員です。あのね、まあダメージを負わないのはいいんですけど、結構ね、社員のスキル設定のできるのか。弾薬撃っちゃえは身みたいになってきたわら。貴重な社畜な君たちは無事ゆえで行きましょうや。社長、ブラックリストの表紙にシルビカンパニー乗ってそうわら。トレーニング方針長距離、あ、そんなんでいいんだね。左右見れないのですね。教育方針みたいなやつですね。これでオッケーオッケー。貴重な社員ですよ。弾薬っちゃい。あー、なるほど。そうですね、弾薬だからね。ただね、同じスカーニア仲間だったから、ここは温情処理ですよ。仕方ない、400ユーロ払おう。ブラック対象に選ばれるな。いやいやいや、こんなもんじゃないですよ。こんなもんじゃないですね。やっぱ小回りが効きますね、すごくね。けどね、経営者っていうのは、危ね危ね危ね。
経営者っていう。ブラックオプス。経営者っていうのは結構、その、コストを安くしなきゃいけないっていうのがあるので、言い方悪いですけれども、割と人を、その、お金で見る傾向はあると思うんですよ。だから経営者はみんなある程度社畜じゃないですけども、時給100円で働いてくれるならそれでいいやみたいなのを思ってる部分もあると思いますよ。そんなもんなんですって。そんなもんなんですよ。会社なんて、会社は守っちゃくれねえよ。だから結構今なんか安定志向で、安定志向でなんか公務員とかそういう大企業とかが人気ですみたいなのあるんですけど、もう公務員はどうだか知んないですけど、大きな会社でも案外守っちゃくれないですから。これはこっちでいいのかな。結局何かをやるときに一番お金手間がかかるのは、修理君超えているなら社員の時給を100円にするのをやめなさい笑数字がすべて島村高校生レイってやってた。あのね、結局ね、そうなんですよ。ブラック取引先が多いから、その付けが社員に来ちゃうんですよね。社員は、大きな企業は、そういうのに対して組合があるから、ある程度戦えるんですけど、中小とか零細は、そういう組合っていうのは、そういう経営者に対して、社員同士で、意思表示、私たちもちゃんと人権が、働いてるんだから、しっかりと、なんていうんですかね、給料上げろとか、そういうのをできるのが組合だったりするんですけど、そういうのがあるところっていうのはそんなに実はないので、中小以下はほとんど組合なんてないですからね。基本は、トップが全てです。社長が全てです。で、大体、中小というか、大体、社長一族が、例えば中村さんいたら申し訳ない。例えばですよ。中村さんだったら全員なんか役員が中村さんみたいな。そういう会社が、大体トップが全てなんで、社員なんて、使い捨てだと思ってますから。表向きは、ホームページとか見ると、表向きは、社員は大事ですと。社員が私たちの会社を作っているので、社員の家族みんな守って、その人たちの人生を背負う気持ちで、私たちは日々取り組んでますとか言いますけど、はっきり言って、そんなこと思っちゃいないですから。これからですね、就職、これから就職をしようとしている方たちがいたら本当に申し訳ないんですけども、大丈夫。夢は希望はあるよ。って感じですね。で、そういうもんだと知った上で、どうすればいいかっていうのは、私はですね、会社に依存しせずに、そう、世襲会社すごいですから。結局はね、大きなものに巻かれるっていうのではなくて、自分のスキルを磨く方向で動いた方が、これからのかどうかわかんないですけど、楽しいと思いますよ。結局ね、その公務員とかになると、大企業とかになると、3年間ぐらいで人員配置っていうのがあるんですよ。大企業とか、特に公務員は特にそうなんですけど、3年ぐらい経つと、必ず他のところに行くんです。他の部署。全然関係ない部署。だから、そこからまたゼロから、その、
例えば、保険課だ、市役所行って保険課にいる人は、国民保険課にいる人は、なんか次に介護保険課、あ、まあ、保険課なんかな、全然違ったり、あとは観光課とかですね、全然あの辺でくるくるルーティンしてるんですよ。だから、何が言いたいのかというと、そんなにですね、スペシャリスト人がいないんですよ。同じところにずっといないんで、マニュアル的なことはできますけれども、そこの仕事に精通してるかというと、そうでない人が結構多くて、それは、精通させない。私が代表、私が社員、私が親父。そう。なんだこれ。っていうのがあるので、結構ね、国民もいろいろと、安定だとか言えますけど、それはただ単に首を切られないっていうだけであって、結構、買い殺されますよ。あれ、公務員のシステムは買い殺しですから。個性、無個性にさせる、人を無個性にさせるシステムですから、なんか公務員になりたいですがっていう若者を見るとですね、もったいねえなって感じはするんですけどね。まあこれはあくまでも私の完全な偏見ですから、私の勝手な偏見なんで、なんか17歳が世間を知らない17歳がヨタ話してるなという感じで、いう感じでございます。というわけで、そんなことを喋りながらもできるユーロトラックシミュレーター、素晴らしいですね。先生の職業はブラック企業ですよ。そう。ついで、小学校の先生とか。で、そう。基本ブラックって言いますけども、本気でなんかやろうとしたら、それなりにブラック引っかかるんで、特に企業なんかは。17歳かわら、17でこの企画ないなわらわら、てか小学校自体おかしい。そう、が割とね、どこも業界も本気でやろうとするとブラックに引っかかる。で、公務員の中でもおかしいのは、その何あれですね、まあ今言った学業系、学校系とか市役所とかはまた別なんですけど、あの辺はもういわゆる公務員ってやつで、小学校の先生であったりとか、あと、まあ、警察官であったりとか、それはちょっとまた話が変わってきますね。そう、すみません。小学校のね、小学校はブラックというかね、ブラックっていうのは何なのかよくわかんないんですけど、私は定義として、精神的にきついですね、小学校は。自分こ、言い方悪いですけど、自分こんな生意気だったわ、みたいな感じです。生意気な子供たちのお世話をしなきゃいけなくなるので、だって自分がそうだったわけですよ。だから、まあもちろんそうなんですけど、ああ、先生大変だなって思いますよ。しかもね、集団心理が働くんですよね。昔は、なんだかんだ言って先生の話を聞きますよってなってたんですけど、聞きなさいって風潮だったんですけど、今はもう敵対状態。だから、ガンオンで言うところの、もうプロデューサーとプレイヤー戦ってるじゃないですか。これが他のゲームだと、他のゲームとか、左ミラーはあるんですよ、こうやって。ただ見えないだけで。ブラックが嫌なら来ない方がいいよ。そもそも、命がかかる職場で融通を利かすのは難しい。結構ね、なんで、ブラックって定義わかんないんですけど、どこでもそれに仕事はきついんですが、まだ小学校はね、いやー、先生は大変ですねって感じですね。雑談してると安全運転ね。もっと真面目に運転しようわら。もう超素晴らしいですよね、このね。肩の力を抜いた運転で、この無事故。安定ですよ、これ。全く無事故、若干の違反はありましたけど。雑談放送でございます。
いいね。そんくらいの肩を抜いた感じがいいのかもしれない。っていうかね、電車じゃないや、車が多いですね。車両数が多い。まだ、ラグないからね。そう。おほう。小学校の先生は、なんといっても MP が大変そうだなわら。昔はね、なんだかんだそうだから、思い出した。速度リミッター相変わらあれなんですよ、そう。だからね、今日は雑談会ですから。そう、敵対しちゃってるんですよね。信頼関係がないので、なかなかですね、やりづらいと思いますよ。今は先生と生徒の間に。信頼関係、だから、ガンオンも、敵対しちゃってるんで、ユーザーともプロ、運営側がね、はっきり言って。これが、ファンを作るような仕組みだったらば、もっとうまく回るんですよ、いろんなところで。ユーザー側も、ああ、こうしたらいいんじゃないのって仕方ないね、みたいな感じで許せるところを、もう完全に敵対状態だとふざけんなよってなっちゃうわけですよね。それは今までの行動が全てそうなってるんですけど、先生もね、そういう形でね、まあ、うまく回ってるとか回ってますけれども、自分がちょっと見た限りでは、きついっすね。超敵対ですね。敵対してるところは大変。うんちゃんの雑談でリアル。だからこれほら、リアルトラックシミュレーターですから、ユーロリアルトラックシミュレーターですからね。うんちゃんの雑談もリアルみたいなね。そこまでリアルにシミュレーションしてますみたいな。そうなんですよ。まあ、ただ私も知ってることなんてたかが知れているので、たかが知ってることなんて表向きの部分とちょっと触った部分なんで、いろいろとやっぱりその一般的なイメージでものを見てるところはありますから、やってみないと分かんないことはあるので、人の意見に流されず自分がこうだと思ったらそれはそれでやってみたらいいと思います。その上でやっぱりね、これは向き不向きってのはあると思うんで。Amazon で買おうかな、このゲーム。買っちゃえ。ユー買っちゃいなよ。で、買う際は、あれですよ、ゴールドエディションを買いましょうね。ゲームの世界を完全に取り込んでシミュレートしています。我々はヒッチハイカーで、ユーちゃんの雑談を聞くシミュレーター。そうかもしれない。乗り込んで、なんかあれ雑談の、なんかこのおっちゃん、ひっちゃいかで、事故ってるぞ。よく喋んな、みたいな。そう、それは正解。道間違えるかと思った、おじわら。あのね、肩の力を抜いてるから割と見えてますから。いやしかしね、やっぱり。しかしね、やっぱね、うまいもんは食いたいっすな。最初の方に戻りますけど、今回地方ネタなんですけど、いやー。前見て、木箱の中に電源入ってますから。木箱なんだ。これ木箱人入りか。そうなんです、うまいもの食いたいっすね。安くてうまい。だけどね、東京のいいところは、割と地方の飯とかがほとんど集約されてる。例えば牛タン一つ取っても食えるんでね、いいですよ。牛タンのアレックス開発計画、育成計画を大事にしてくださいね。まあね、ただね、先生がいい父親かどうかっていうのはまた別の話なので、私もどうなるか分かりませんけど、まあまあ、身内と外は違ったりしますからね。きしめんね、あるんですよ。うちにね、乾麺の、きしめんが、たくさんあるんですけど、
なんか、きしめんって茹でるのに10分くらいかかるんですよね。もうちょい短い。